オリンパス OMDEM1X は、オリンパスが2019年2月22日に発売したミラーレス一眼カメラである。2016年12月に発売した OMDEM1M2 をベースに、プロユースに特化した仕様となった。ミラーレスカメラとしては珍しく、縦一グリップを一体化している。画像処理エンジンは、トゥルーピック8を2機搭載。 フリッカーレス撮影機能や新機能のライブ ND など EM1 m ーク II 以上のパフォーマンスを発揮する。AF 撮影にはディープラーニングの技術を活用して最大8目標まで被写体を認識、追尾可能なインテリジェント被写体認識 AF を新採用した。また、ユーザー独自の AF ターゲットを作成できる機能も備える。 手ブレ補正は5軸ボディ補正とレンズ補正の組み合わせで最大7.5段分を発揮し、これを応用した手持ちハイレゾショットで5000万画素相当の撮影も可能となった。また、撮影地の GPS 情報をはじめ、気圧、温度、方位などの各種撮影ログを記録するフィールドセンサーシステムを搭載する。環境性能でも EM1 マーク i を上回る防塵。 防滴性能と埃りが舞う中でもレンズ交換が可能なことを目指したダストリダクションとした。2019年のカメラグランプリにてあなたが選ぶベストカメラ賞を受賞した。なお、2018年秋からミラーレス一眼カメラは 35mm フルサイズセンサー搭載機種への流れが加速しているが、これに対してオリンパスは当社は 今後もマイクロフォーサーズマウントの機動力で勝負すると明言している。ありがとうございます。